現、味鮮ラーメン味鮮ラーメンは、台湾出身の発火、竜団サチが創業した熊本市に本店を置く、ラーメン店チェーンである。2020年10月現在、日本国内に74店舗、日本国外に15カ国776店舗ある。日本国内では、しげみつ産業によって、運営、展開されているが、海外店舗のうち700店以上が、中国国内店で、 これらは中国人女性実業家の範囲が総裁を務める味、先空古有原講師が経営展開している。中国関東昇新選手の店舗福岡県の久留米市で当時非常に人気のあった豚骨ラーメン39に習い台湾高雄市民の区出身の発火人である竜団幸が発火料理で多用される揚げニンニクを加えて熊本市内の屋台で提供したのが始まり。 熊本ラーメンの源流である。39経営者の4カ所秀夫は惜しみなく自身のラーメンの製法を教えた。白濁した豚骨スープを用いるが、熊本ラーメンの中では比較的あっさりした味に属する。ラーメンのほか、担々麺、焼きそば、餃子、チャーハンなどのメニューを揃え、中国福建省の郷土料理、太平つばめも人気がある。 持ち帰り用に濃縮スープ付き生麺の販売も行っている。味千香港店日本国内の店舗は2020年10月現在74店舗あるが、その約7割が熊本県内にあり、県外や首都圏ではほとんど知られていない。日本国外では1994年に創業者の故郷の台湾に合弁で海外初出店するも失敗に終わった。その後、 香港貿易経済局の経済視察団の一員として九州を訪問した範囲に見出され、1996年に藩がライセンス契約の形で香港の繁華街に出展した結果、行列のできる人気店となった。ライセンス契約に際し、当時、アジセンは全く無名のラーメン店であったにもかかわらず、アジセンの粒子は藩に、 先に中国国内に生産工場を建設し、生産ラインを確立してからという条件を突きつけた。範囲は約10年間従事する食品貿易の人脈と経験を活用し、粒子側の要求にすべて応え、苦労の末にライセンスを獲得した。範囲は香港で日本式クレープのチェーンを展開していた関東省、長州出身の邸武史東らと行動で、 アジセン空港有限講師を創業、中国での多店舗展開に乗り出した。中国展開の第一歩は、香港出店成功後の旧正月の1日、中国新鮮の遊園地の一角を借り、範囲が自ら数名のスタッフと共に、木造リアカーを引いて、ラーメンの試験販売をしたことに始まる。雨模様の寒冷な日にもかかわらず、ラーメンを求める長い行列ができ、 範囲は中国国内での可能性を確信。中国独特の規制や不分立など多数の混乱に遭遇しながらも一つ一つ克服し成功を収めていった。アジセン中国は米ビジネス史ビジネスウィークの2007年アジア急成長企業トップ100にランクされた。総裁としてアジセン中国を率いる範囲は1988年、父母に伴い、 中国の山西省から香港に移民し、高卒の学歴で食品貿易会社に勤務しながら、独学で英語と財務を習得した。正規の大学教育は受けていない。範囲の努力と経営手腕によって、アジセン中国のビジネスが成功し、零細企業だったシゲミツ産業は、ライセンス契約から巨額の利益を得るようになった。 シゲミツ産業はアジセン中国とスープの特許権、使用権などの名目で売上額の0.85%を受け取る契約を締結。2010年のアジセン中国の売上は268億円であり、シゲミツ産業に対し1年だけで2億2600万円を支払っている。後に、シゲミツ産業もシンガポール、タイなどでフランチャイズを始めた。海外店では、 ラーメンやチャーハン、餃子等の中華料理のメニューだけでなく、炒め物、焼き鳥、フランクフルト、トムヤムクン、キムチ、ビビンバなどの服食の充実をも図る。マスコットキャラクターである赤いチャイナ服を着て、弁髪を言った女の子、ちーちゃんのモデルは、しげみつ産業の創業者の、りゅうだの娘で、 現在、重光産業の代表取締役副社長を務める重光み枝である。え枝の3歳ゴーロがモデルとなっており、え枝は若い人ランド出演時に溺愛していた娘をキャラクターにしたかったのだろう。最初は恥ずかしかったけど、味鮮ラーメンが海外に進出して世界中にちいちゃんが知られていると思うと嬉しいと語った。このキャラクターから香港では当初、 便発ラーメンと呼ばれていた。味鮮ラーメンは自社のスープは店舗で豚骨と煮干しを煮込んで仕込んでおり、軟骨素という骨を強くする栄養が溶け出し、ラーメン一杯に牛乳5杯分のカルシウムが含まれていると宣伝していた。また、栄養成分は中国農業大学の分析結果としていた。2011年メディアの調査報道により、スープは 工場で生産した濃縮液であることが発覚、同時に栄養成分表示も虚偽であったことが暴露された。中国農業大学は、同社製品の分析を行った事実はなく、虚偽宣伝の停止と公開謝罪を要求した。中国メディアはこの事件を、骨湯門として大々的に報道。骨は、豚骨、湯はスープ、門は、スキャンダルを意味する。8月、 上海市政府当局はアジセンラーメンを虚偽宣伝の容疑で調査し、11月、アジセンラーメンに対し20万円の罰金の支払いを命じた。さらに、上海市品質技術管理局は、アジセンラーメンが食品添加物を違法に使用していたとし、78万6600元の罰金を課していたことを明らかにした。これら一連の事件に関し、茂光産業は、 一般的なやり方であり、日本本部の管轄外で代理企業が自分でやったことと回答を。日本の味鮮ラーメンと味鮮中国は無関係であると強調した。味鮮ラーメン企業案内会社概要は、味鮮の取り組み当時の味を再現したラーメンを提供するセカンドブランドのへしゃげ麺、竜が熊本市内に2点ある。 アジセンラーメン成功の背後人民網2020年2月15日、閲覧、特テレビ熊本2008年11月15日放送、アジセンラーメン韓国進出、重光産業、11カ国、地域目、グアムにも、年来初出展。日経 MJ、アジセンコツアジ骨ンコ骨真相披露賞と、生活2011年7月25日アジセン、ラーメン、中国で、 イメージダウンイコール日系外食の代表格が、苦境サーチな2011年8月18日、上海市当局が味ンラーメンを、虚偽宣伝の疑いで調査サーチな2011年8月3日味、センラーメン問題の調査終了イコール罰金240万円の支払いを命じる、上海市レコードチャイナ2011年11月18日へ、日本人は味ンラーメンを知らないの エキサイトニュース2020年2月15日閲覧。ありがとうございます。